こんばんは。どうも。今日はちょっと浴衣を着てみました。髪の毛結んじゃったけど、髪の毛下ろさない方がいいか。結んだ方が良さそう。ということで結び直します。しようかな。オッケー。こんばんは。今日は浴衣を着ました。なんと、ちょっと下げようかな。こんなかな。こんな感じで着てみました。浴衣水色。これはなんか知んないけど、お家にあったやつです。なんでだろう。なんだ、着てないやつかな。着たかな、わからないですが、お家にあった浴衣でした。七夕らしくていいでしょう。今日は七夕ですね。なんでだろう。でも着たことあるかもしれない。あったかな。でもいつ着たかな。これなんだ。そう、着たことあるやつで、まだ着てない。いや、着たことあるやつは着たことあるやつか。なんでだろう、わかんない。浴衣、これちょっと待ってね。ちょっと待ってください。こっち側にしてみた。こっち側の方がいいのかな。妹ちゃんのとこ、いや多分私ので、着たことないやつあったみたい。多分、名前ちゃう。こんな感じで、ちょっと髪の毛適当すぎるんですけど、まあまあいいでしょう。って感じです。来たことあったかな。いや、一回あった気がする。でもなんかね、でも覚えてない感じ。あ、気づいた方一人しかいない。なんか半ついて、気づいた方一人だけ。そうです、髪を、前髪切ったっていうか、髪の毛染めてきました。今日ね、さっきね、思った。そうなの、ちょっと暗めで、でも実物で見たらそんなに暗くはないかもだけど、暗めのいつも緑っぽい、ちょっと透明感出るかなぐらいの色味で。そうです、今回なんかめちゃめちゃ、ここではあんま伝わないんですけど、めちゃめちゃ可愛い色にしていただいたので、ちょっとなんかめっちゃ派手にするんだけど。歯に塗ったかなぐらいのので、ちょっと明日かなぐらいに、ちょっと載せようかなと思います、写真ね。いいでしょう。この色すごい好きなんです。何の色かというと、メリーメロンっていう色の髪色。でも前にも一回やったことあるんだけど、それに近い髪色です。そうです。そしたらね、なんと私と、いつも私をそのお店でお客さんがいない時とかにお願いするんですけど、その時いる時もあるかな、まあ朝早かったり夜遅かったりとかで、お
休みの日とかにもやってもらったりとかすることもあるんですけど、その時になんと今日はねメンバーに会いましたメンバーに会ったんですよ、美容室で。誰でしょうそうなの、そう嬉しかった。でもともとその美容室の方からあの今日この子いるよみたいな、同じ時間でいいみたいな感じでそう連絡来てたので、ああ嬉しいと思って久しぶりに会いました誰でしょうか。まあまあ正解は正解はメンバーの SNS 見て誰か当てて誰でしょうか。そうですね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、仕事の LINE しますこんなショールームやってる時ちょっと10秒ください。大事、そうそうそう、私の目標、今年の目標っていうか今年に限らずこれからの目標で、なんか多分皆さんも、ま、社会人の方はお仕事してたりとかが多いと思うんですけど、例えばなんか仕事の仲間だったりとか偉い方だったりとか同僚だったりとか部下だったりとかから連絡来た時にどのぐらいで返しますか。連絡来たちょっと経って返すか、連絡来たですぐ返すかみたいな、日にち置いて返すかみたいな。すぐ即、相手にもやる、3分以内5分以内すぐ秒10秒すぐね。なんかそう、仕事ができる人ってすぐ返す人は多いらしいんですよ。なので私もなんか別に仕事ができるできないとかではないと思うんだけどすぐ返すようにしようと思って、最近っていうか今年入ってからかな、すぐ返すようにしてまして、そうですね、そう、まあすぐ返さなきゃいけないものだったりとか、その質問だったりとかが来てる場合はすぐ返しますですねそうそうそう、というのもなんかそう、先輩と LINE してる時とか連絡してる時とかですぐ返ってくる方が多いから、忙しい方ほどすぐ返す方が多いなと思って、すぐ返すのを真似した。そう、みんなすごいすぐ返すなと思って、返してくれるんだと思ってすぐ返すことを意識していますっていう感じ。そう、ゆきりんさんとか、うん、そう、すごいすぐ見てくれて、この間もすぐ返してくれて、そうなんです。で私もなんだろう、研究生のみんなとかから連絡来たりしたらもうすぐ返します、シュッシュってそう、すぐ返すように。唯一時間を置いて返すのはノエですかね。
ノエはその連絡来た時にそのすごいね、私がなんか質問でこうどうこれどうかなみたいな、例えばなんかこの間でっていうとなんかねすごい可愛いなんか白いシューズみたいなスニーカーみたいなの写真が送られてきて、えこれ可愛いと思うみたいなのを連絡来て、あなんかすぐネットで買おうとしてんのかなとか、あやっぱ決めてんのかなと思って急いで、えそれ可愛いと思ってた、私も見てたから、あ可愛いと思ってた、一緒だねみたいな、でいいと思うみたいな返したら、その後全く返信がなくて、全くなくて、えっと思って、あれからどうなったんだろうみたいな、既読すらつかず既読やっとまあやっとついて、そのついても既読無視だったんで、その次の時会った時に「靴結局どうしたの?」みたいなあったら「あ忘れた」みたいな「みたいなそうやな、そうなの、だからそういうねちょっとねあの気分屋のとこもあるんでっていうところで言うと、ノエにだけはちょっと時間をかけて返すっていう感じ。あれそうなんだよ。でもこの間はなんか電話が来て、時はもう電話ピッてなった時にシュッて出たから、もう一瞬で出た、電話は出ました。電話かかってくる時とかはだいたいすぐ出るようにはしてる。そうそうな感じうんって感じですね。でも私あんまり電話しないんだよね普段。メンバーとも電話するの、ノエぐらいかな。ノエから電話かかってきたりとか、そんなに電話かかってこない。みんなからは電話しますか普段、誰かと、友達とかとか、みんなどうなんだろう。めっちゃする、しないしない、電話特別ね。そうだよね、電話するってさなかなかちょっとあれだよね。だって自分が電話したいと思っても相手の都合とかもあるから、あー今電話したらあれかなとか、電話するまででもないけど LINE でいっかみたいなところはあるから、電話したいって思ってもその内容が急だったりとかじゃなければ電話しないから、そうだね、用がある時ぐらいかなって感じだよね。っていう感じか。だよね。うん、確かに仲いい友達とかくらいかね、電話がするのは。あとはあれですね、宅急便の方からなんか朝電話かって、寝てる時に電話かかってきて、朝早い時とかで電話出て、あ加藤さんのお宅でしょうかみたいな電話来て、あそうですけどみたいな、あこれからお伺いしてもよろしいですかみたいな電話来て、あはいみたいな、それで準備しますみたいな感じで急いで準備して、でそうとりあえずメガネかけてみたいな出るみたいな、そうそうそういう感じあそれそうかな、代引きの時かなかな、そういう感じ。あそう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 、いくらになりますみたいな感じで事前に教えてくれるよ。そう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 、そういう感じ。でも基本はなんか指定した時間とか
に来る場合が多いですね。そうだね。めっちゃいい、めっちゃ私のお家に来る宅急便の方めちゃめちゃいい人なんですよ。めちゃめちゃこの間なんか来てくれて、でありがとうございますみたいな感じで、でなんか暑いですねみたいな感じで話して、で私がじゃあお仕事を頑張ってくださいみたいな感じ で最後に言ったら、なんか帽子取って、こうやって帽子を取ってありがとうございますみたいな感じですっごい丁寧に、なんかおじいちゃんでもないけどおじいちゃんくらいの感じの、そう多分そういう感じのすごいいい方でねめちゃめちゃいい方で、すっごいいい、なんかすっごい楽しんで配達されてんだろうなって感じのめちゃめちゃいい人なんですよ名前とかは分かんないけど、そうそうそうめちゃめちゃいい人なんですよね。なんかサインのハンコとかないとペンとかすぐサッて貸してくれたりとか、あーちょっとハンコ取ってきていいですかって言ったら、あどうぞどうぞこちらどうぞみたいな感じで、すぐそう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 、あやっぱすごいいい方だなって思う。多分私のこと分かってないですよ。分かんないでしょ。分かってないと思います。分かってくれてても多分何も言ってこないということはとてもいい方です。いい方です。感じですね。今日のリップかわいい。今日のリップこれです。じゃん。かないでレッドビアイドルさん、ずっとここに置いてあるここに配信するときのためにずっと置いてある。うんでね、その宅急便の方が出るときに、私出るとマロンがちょっと玄関バタバタしてるんで、そしたらなんかあーワンちゃん可愛いですねみたいな感じ言ってくれて、あーありがとうございますみたいな。でもマロンがね、なんかその配達の方がなんか話しかけてるって思って、すっごいまた興奮して玄関を降りてこようとしちゃうんです。だからねちょっとね、マロンには話しかけちゃうとちょっとね飛び出しちゃう危険性があるのでね、ちょっとマロンは いつもそれからちょっとドア閉めてからマロン玄関に入れないようにしてから出るとかっていうことをしてますね。大変だ。浴衣何なんだろう、これなんであったんだろうって感じなんだけど、謎ですでも今年浴衣買おうかなと思って、毎年買ってるんですけど一着は。私何にしようって感じですね。何色がいいかな。でも水色欲しいなって思ってたんだよね。みんな何色の浴衣見たいんですか。私今までピンクで赤系、なんか派手な色系、自分で持ってるのはそんぐらいかな。ピンク2着で、なんか柄っぽいやつとか青っぽいのもね、確かにね青っぽいの、紫、あーいいね、黄色、オレンジ、水色、紫、白、ブルー、あーね、なるほど。ピンクとかが結構多いかなと思ったんで、今年はちょっとなんか静かめな落ち着いた涼しい系、まあ青系、青系、紫系
が多かったかなと思うので、じゃあその辺にしようかな。青とか紫系でちょっと探してみようと思いますね。ちょっと楽しみな感じいつ着るの？いつ着るかはちょっとまだわからないけど、おしゃべり会で着ます。いつにしようかって感じですいつか着ます。最近服買った？買った。最近服しか買ってないか。服いっぱい買ってる。なんかその衣装としてオンラインおしゃべり会の服をたくさんいいなと思ったやつ、とりあえず。でもそれまだ見せられないからね、どうしようって感じだけど早く見せたいな。どこのルーム行っても今日一回も読まれない。大丈夫、読んだよご褒美は何買ったの？ご褒美はカバンを買いました。めちゃめちゃかわいい。かわいくはないけど、かわいいカバン、私的にかわいいカバンです。なんかね、そうカバンか、でもお財布はもともと欲しいなと思ってたんだけど、でもお財布はまあ欲しいのなかったからカバンかなと思って、カバン買った水色のやつじゃないの？水色のやつね、じゃないの。グレーっぽいカバンにしました。あんまり持ってない感じ。メロに乗せてくれる？どうしようかな。多分そのうちそのうち乗せます。いいよすごいね。でもね今日初めて使ったんだけどね、ちょっとね重かった重いカバンでした。なんかでも別にそんないいんだけど、軽くはないんだけど、チェーンとかがいっぱいあって重いなって思った。そう重かったから斜め掛けにしたのね。ショルダーにもできるし、普通に持てるみたいな、手持ちでもいいみたいな感じのやつでにしたら、でも重かったけど、まあ、持てなくもないので、ちょっと中身を減らすことから始めましょうねって感じの感じでした中身そんな持ってないんだけど、今日携帯と財布と香水ちっちゃいやつとガムとあとレシートとレシートあとでもほんとそんあ鍵そんぐらい。本当に私中身少ないんですよ。みんな中身多いと思ってるじゃないですか。でもちょっと最近少ないんですよね。だからちょっと前までは結構多めだった。で化粧品とかもめちゃめちゃでかいケースとかで持って歩いてたんですけど、最近はもう本当最小限に抑えて、でちっちゃい化粧なんか化粧ポーチみたいなのも買って、ちっちゃくはないけど、まあすごい減らしてるみたいな、減ってるみたいな感じのそう化粧ポーチになったので、何がいけないんだろうねと思って、いけないところが昔のスーツケースを考えるスーツケース、あ確かにドライヤーとかさ体重計とか持って、もう本当にいっぱい持ってた。めっちゃ
そうそうそう、でもわかる、なんかさ可愛い子とかさちょっと綺麗な方はさちっちゃいカバーを持ってる方がなんかおしゃれみたいな感じの風潮あるよね。でも私ちっちゃすぎると本当に携帯とかも、携帯は入るか、携帯お財布もなんか本当にちっちゃい、本当に一番ちっちゃいミニサイズみたいなお財布しか入んないみたいな、携帯とそれしか入んないよみたいなカバンで、なんかすごいそう言われればちっちゃいカバン持ってるとおしゃれだなって思うんですけど、でもそのなんか私はなんかあった時とかカバンをなんだろう、カバンでなんか例えばお買い物行って買い物して、例えばこのカバン、ちっちゃいカバンには入らなそうなこの傘を買いましたみたいな、この折りたたみの傘を買って袋が今3円からビニールは3円から、なんかちゃんとしたさ服なんかところだとさ袋で20円とか取られるのよね、22円とか。だからだったらカバンがちょっと大きめの、大きめっていうかまあ普通にそれなりに入るやつにして、でカバンに全部詰め込めばいいんじゃないみたいなそうそういう風に思ったの。だからあんまりちっちゃいカバンやめようと思って、エコバッグ持ち歩こうね。エコバッグ必要だよねこれからね。エコバッグ、でもエコバッグ今日ママがなんか2つくらい買ってた、意味わからないけどエコバッグ違うお店で2つ買ってた、よくわかんないよね、私もよくわかんないかったけど、エコバッグめちゃめちゃあるんですようちに。だから適当になんかもらってお買い物行くときは行こうかなって感じですね。ちょっと充電がなくなってしまう。レジ袋使ってる。そうレジ袋ね、いいね。止まった？止まってなくない？今止まってない。止まっています？戻った、よかったよかった。ちょっと充電なくなっちゃって 10% だった。でも大丈夫、よかった。今日は七夕ですね。七夕といえば、私は七夕はおじいちゃんの誕生日、じいたんの誕生日です。七夕はですね。そうなの、今何歳になるのか分からない。おめでとうだね。七夕、いやすごい、ありがとうみんな、ギフトもたくさんありがとうございます。嬉しい、七夕のなんか短冊がある笹みたいなやつありがとうございます。すごいかわいい。今日限定だもんね、今日っていうかこの七夕限定だもんね。笹ですね、タケノコではなかったです、ね、笹でしたね。嬉しい、七夕記念で31日まで、あそうなんだ、ありがとうございます、嬉しい。でその話をさ、あそう今日はね、そう今日のねご飯はねお昼ご飯なんだけど、まあなんかお昼今日のなんかね最近ね
これまだメールに多分届いてないのかな。届いてんのかな、届いてないのかな、ちょっと分からないんだけど。全然関係ない話だけど、届いてないと思うんだけど、まあ、また今日送るかもしれないけど、最近ね、なんか寝る前に枕元にノートとペンを置いてて、でその日の、あ、その明日起きてからすることとか、あとちょっと思いついたこととかを簡単にこう書いてから寝るっていう感じで、あ、単に寝れないから始めたみたいなとこはあるんですけど、でもそれがすごいいいなと思って、最近ね、それでねまとめてやってるんだよ。ちょっと待ってね、写真あるかな。あったあった。すごいめちゃめちゃ LINE 来てるので今ちょ画面は見せられないんですけど、7月7日火曜日、午前中は支度をする矢印、お昼ご飯矢印、お祝いに、あ、お祝いを買いに行く、あ、そう、お祝いのプレゼントを買いに行くっていう用事ね、矢印、美容院16時矢印、 TikTok 明日撮るの考える、明日っていうのはその明日です、今日じゃなくて明日、明日撮るんだよね TikTok 多分、だからそれ考える、ネタをね何撮ろうかなみたいな考える、で今日載せるインスタのコスメ撮るってさっき撮りました、ショールーム始まる2分前に終わった、1時間ぐらいかかった文章打ったりね、で夜ご飯食べてショールームやるみたいな感じで、夜ご飯も食べました、うどんと天ぷらとなんか七夕みたいなコロッケ食べた、それでお風呂入って YouTube 見ます、で寝るみたいな感じで、ちょっとねいい一日を過ごすための、本当はホワイトボードとかねあったらいいんですけど、ホワイトボード、そう、あ、100均行けばよかったな、100均で買えばよかった、メールのいつの間にか今日リストの方、あ、そう、今日リストさ、あのやめたんだよね、っていうのもあのなんか今日起きてから今日リストやると、そもそもなんかその決まってることを同じこと書いたりとか、そのすでに終わってることを書いたりとかして、結局なんかちょっと意味ないなみたいな感じだったのでそう、ちょっとやめました、で自分だけにしてこうやって見れるようにとかした方が、まあそれぞれみんなが同じように真似してくれればいいかなっていう感じでそれにしました、でそういう感じで最近はちょっとみんなもやってみてください、なんかちょっとね楽しいの、こういう本当に簡単なこういうノートとかにこう書いたりとか、こう今ここにあるやつこれなんですけどって感じで書いてから寝るっていうのもちょっといいかもしれません、まあ、特に変わり映えのない日だったりとかはもう変わんない、きっかけないけど、ホワイトボードいいかもしれない、ホワイトボードちょっと明日大きいのちょっと探してこようかなって感じで、そう、なんか普段だったらこうやって一日、今日みたいに、まあ、外に出てお仕事に行ったりとかっていうのが公園とかがないからこそ、自分で予定を立てて自分でやることとか、そのメールを送るの忘れないようにとか、そういうなんかお家でできることだったりとか、当たり前にできることとか、なんかこうみんなに平等にチャンスが与えられているものに関してはしっかりやっていこうっていうふうに思ってっていう感じで、ちょっと最近は気合を入れて頑張ってます頑張れてないと思うけど、徐々にね、これから徐々に頑張っていきたいと思うので、そうっていうのもね、みんなもすごく自分になんか
構たくさん応援してくれたりとかしてるから、もっともっとなんか頑張っていこうっていうふうに思ってやってます。そう、いい習慣だよね。だからノートを用意してみんなでそういうふうにやってったら、多分みんなの生活も充実してるかもしれないし、なんか本当にこれやりたいとかじゃなくて、明日何食べたいとか、そういうなんか気持ちを書いたりとかでもいいと思うし、そして食べれたらなんかすごい嬉しいみたいな、普通に食べるよりもそういう書いたことを実現させたことによって嬉しいみたいな気持ち、幸福感みたいなのも来るかなみたいなっていう感じでやってみようかなと思って、本当に適当に私も書いてるんですよ。なんか見せられない、見せるかもしれないなみたいな時はちゃんと書くけど、本当適当にバーって書いて、適当にっていうのもなんか汚い字で書くとかじゃなくて、普通にこう一行ずつやるやる、これやるこれやるこれやるみたいな感じで自分に分かればいいかなみたいな感じでやっていこうかなって思います。でなんかそう、最近その本を読みたいみたいな感じで、まだ本途中までしか読んでないやつあるんですけど、なんかね前ねファンの方におすすめしていただいたのが、ショールームの前田さんのメモの魔力っていう本をすごいなんかいいよねいいねみたいな、これは読んだ方がいいよみたいな感じの、そう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 、本をそれおすすめされて、なんかメールの返信で多分確かおすすめしてくれた方が結構2人か3人かで結構いたんですよ。なのであちょっと読んでみようかなと思って、多分近々読みに行きます、読みに行きますじゃなくてゲットしに行きます。売ってるかな、どこにも売ってないかもしれないかな、いや売ってるか、結構有名だもんね。それを読んでかなっていう風に思います。あとなんかおすすめの本とかあったらちょっと教えてください。私はなんかなんだろう、小説っぽいものとかはあんまり読んだことがなくて、なんかあんまり本は読まないんですけど、なんかこうお仕事に役立ちそうな本だったりとか、なんか私読んでほしいみたいな本があったらちょっと教えてほしいなって思いますです。あー確かに自己啓発本系が多いかなって感じ。多分なんかこれと言ってない、なんか好きなそのなんだろう、タレントさんとかが出してる本だったりとかっていうのは読んだりするかもしれないけど、うんって感じだねって感じ。うんって感じ。ねえ、ローランドさんの本も読みましたよ。ちゃんとね、あ写真集ね、写真集もねいずれ出すであろうと思いたいので、ちょっと勉強のためにも写真集もたくさん読んでおきたいなって思うんですけど、そうなんです、おすすめの写真集あったら教えてください。でもある程度自分の中でなんかこういう写真集が作りたいなみたいな感じのをちょっと具体的にしていつでもね出せるようにしていきたいなっていうふうに思うのでって感じかな。そういう考える日もあったりとかもしてもいいと思うし、うん、資格を取るのは、あ、そう、それもね、私今進めてるとこなんですよ。
ちなみになんか自分が好きな分野でなんか資格はあってもなくても別に変わんないかなとか思うんですけど、なんかあったらいいかなみたいな感じで、ちょっと自分が学びたいみたいなところが一個あって、ちょっとやってみたいなみたいなのが一個あって、でそれをねなんかその取るその資格を取るためのなんか本みたいな、本っていうかなんか教材みたいなのを、そう、それでコンビニで支払いするのを、え、全然メール来てなくて忘れてて、あれと思って、あ、そういえば忘れてたと思って、もう一回やり直しです、最初からやらなきゃっていうのと、え、でも本当に最近やりたいことが多すぎて、やることも多すぎて、なんかこれといってなんか撮影だったりとか公演だったりとかそういう握手会とかそういう仕事がないにもかかわらず、すごいやることが多いってことはすごい自分でいろいろ考えて、まあ形にはまだ全然できてないけど、いずれ形にしたいなって思うことがたくさんあるので、そういうことをちょっとずつ進めたい、自分で進めたりとかマネージャーさんに相談とか しながら、そう進めたりとかしています。なので別にお仕事ですとか言ってもそのちゃんとしたなんだろう撮影とかではないんですけど、自分のため自分が将来どうしたいかっていうか、そういう感じではないけど、どうなりこれからどうしていきたいかみたいな感じの、そう勉強っていうかっていうところが多いので、なんかお仕事だったら、あ、なんだろう撮影かななんかみたいな感じでちょっと期待されても、あ、ちょっと違うんだよねと思うんですけど、まあでもねそんな感じで自分も頑張っているので、なんか皆さんも頑張れる何かがなんかきっかけになれたらなっていうふうに思うので、自分も頑張っていこうかなっていうふうに思っています。そうね、いう感じ。そういえば英会話は、あ、そう英会話は1回だけやった。でもそれ以上はやろうと思ったんだけど、そのなんだろう他にやることが多すぎてちょっと後回しになっちゃったまたやり始めたいなとは思う。でも英語大事だからね。そうそうっていう感じ。とりあえずこんな感じなんだみたいな感じの雰囲気をつかめたので、またいつかやってみようかなと。でもまだ本当に優先順位的にはそんなに英語はまだそんな必要ではないかなと思うので、もうちょっと余裕ができてからじゃないとって感じなので英語やってる間にメール送んなきゃみたいな感じでそう気持ち的にはね急いじゃう部分もある。雰囲気だけそう、今日浴衣ね着て撮影したいね。なんかどっかね浴衣着たいなと思うんですよね。でもさ、そうおしゃべり会で着ようかなと思ってるからってなったら、まだ新しい浴衣とかも用意してないから、してからの方がいいかなと思って、この今日のこの写真このやつ着た写真送るね、メールで終わったらって感じ。全身が見たい。あ、そう浴衣のね撮影もねなんか今年したんだよね最近。でもちょ待ってね仕事のラインがすごい、どうしたらいいんだろう私は見か、後で見か。そうっていう感じで、浴衣はじゃあ水色系紫系ちょっと挑戦しようかなって思います。
浴衣の写真撮ったから多分、でも多分アプリの撮影だったと思うんだよね。だからそれ多分だからそれ出たらまた載せようかな。でもすぐ載せられると思うんだけどね。だって浴衣だもんね、この時期だもんね今日じゃないのかな、物語の方かな、 AI ドールかな、あゆなことのやつ AI ドールだったらしいです間違えた。ね、いろいろあってちょっとこうみんなの方が詳しいからねえ、アイドル、アイドル、 AI ドールじゃない、アイドールね、アイドール、アイドールらしいです。うんうん、そう最近ねスイッチでね、スイッチのねゲームアプリ、ゲームカセットはね、マリオカート遊び大全、マリオパーティー、となんだっけ、動物の森かな、そんぐらいかな、うん、そんぐらいをねちょっとねやってみた、やってみた、ちょっとずつやってみた。そしたら楽しかった。マリオカート難しそうと思ったけど、意外と私まだ 150cc みたいな、150のスピードでしかやってないんだけど、その150までね、200だとちょっとブレーキとか必要、それはちょっと難しいかなと思って。そうそうそうっていう感じでちょっとやってみてはいい。あつ森はねちょっと、まあ、全然やってないけどマリオカート楽しいね、めちゃめちゃ楽しかった。マリオパーティーも楽しかった。なんかでも60分とか90分とかちょっと時間がね長く取られちゃうんで、ちょっと時間ある時しかできないんだけど、なんかやりたいなって思う時は本当にちゃんと時間をかけてやりたいからので、でも最近はね全然やってないけど、ちょっと疲れたなって時とかにゲームをしてちょっと楽しみで回復してよしって感じでそう、楽しいよね。マリオパーティーはねなんかねスゴロクで投げて、私マリオカートもマリオパーティーもあのなんだっけ、あのさロゼッタ、ロゼッタが可愛いなと思ってロゼッタにしてるんですよ。あのロゼッタのサイコロめっちゃいいですよ、マリオパーティーのロゼッタのサイコロ結構好きなんです。8までかな最大な感じで、いい感じの、そうロゼッタと、あとマリオカートの方もロゼッタに、なんかスクーターみたいな車のでタイヤはちょっとなんかちゃんとしてるタイヤで、なんか羽みたいな雲みたいなやつつけてやってるって感じ。ポケモンもやってんの？え、ポケモンはやってないんだよ。でもあったかなポケモン、確か弟が持ってた気がするけどね。それ DS かな、違ったっけ。ポケモンはやってないそう、スゴロク系楽しいで、遊び大全っていうのも世界の遊び、世界中の遊びが50くらいかなの遊びを、そのなんかできるみたいな感じで
日本だったら花札とか、花札めっちゃ面白いんですよ。花札とかオセロとか、あとなんかそのどイギリスかフランスかどっかわかんないんですけど、なんかね、え、なんていう名前だっけ、あのスゴロクみたいな感じの花札楽しいよね。イノシカチョウわかる、え、なんだっけ、ちょっと思い出せないんだけど、え、なんだっけ、わかる人いるかな、チェスじゃないの、チェスじゃなくて、チェスもある、確かにあるんだけど、あのなんかね、同じとこに止まったら振り出し戻るみたいな、4人でやるやつ、なんだっけね、え、絶対いるよ、誰かわかる、わかる方いないかな、あ、そう、ルドー、ルドー、ルドーです、すごい正解ルドーをやってて、めっちゃ楽しいと思って、え、本当に簡単なんですけど、ちょっと楽しくて、同じとこに泊まるんですよ、そのスゴロクで同じ目に泊まったら、その泊まってた人が振り出しに戻されるみたいなゲームで、そのすごい4つゴールをした人が勝ちみたいな感じの、え、めっちゃ楽しくて、それをずっとやってたな。あとなんかぷよぷよみたいなゲームもあった、なんか上からそのボールみたいなのが落ちてきて、3つずつ落ちてきて、こうやってポンポンポンって落ちてきて、で同じ色を5個か6個ぐらい合わせたら勝ちみたいな、その合わせたらそれが消えてちょっと下に落ちてきて余って、いっぱい溜まるとおゲームオーバーみたいな感じの、そうゲームとか、それすごい楽しいと思って、ぷよぷよやったことなかったから、そうなんです、つむつむとかもやったことない、アプリそもそも入れてないんで、そう携帯には、それなのか、うん、って感じ、すごい楽しかったぷよぷよ知ってる、知ってる、そうそうなんです、結構ねすごい楽しいゲームとかとすごいたくさんあってね、でも最近そうスイッチのあの充電が全然、充電するとさ結構長いじゃないですか、だから充電してちょっとまだ充電してから全然やってないんですけどっていう感じ、いろいろねなんか楽しいゲームやってて、すごい、ゲームはでも全然強くないです、めちゃめちゃ弱いけど負けても楽しいから、あ、楽しいみたいな感じで、マリオカートは基本はまあ4位から9位が多いですね、4位から9位が多くて、でまあなんかたまに3位とか2位とか1位とかになったら、あ、よし、あ、なんか結構、あ、なんか腕上がってきたかもみたいな、ちょっと調子乗って次のレース9位とかっていう感じ、そうそうそうっていう感じかな。でも今さすごい全然どこにもスイッチ売ってないですよね、だから私早めにスイッチ買って、早めにでもないけど、その動物の森が発売されてすぐくらいかなに、その動物の森やりたかったからスイッチと一緒にセットで買ったんですよ、動物の森セットみたいな感じで、そうだから買っといてよかったと思って、そう抽選なんだよね今ね、すごいよかった、そうでもあのテレビにつなげる方が大画面でできるから、まあ、良かったかなと思うんですけど、で持ち運びできるの、私移動時間とかにやりたいから、そうまあお仕事の移動の時とかにやりたいなと思って、そうそうそうっていう感じ。スイッチはもらいました、え、いいの、そんなの、なんか抽選で当たったのかな
いいな。そう、結構値段するよね本当に。ライトの方じゃないって、普通のスイッチの方が結構高めだよね。そうそうそうって感じ。まあ飽きるまでやろうと思いますまあね、最近はでもな、やってないけどな、最近はちょっとその時間はあまりないけどっていう感じで、私はそのこの配信が始まる前にちょっとインスタで文字打ってたの、インスタの文字打ってたんで、おお、なんかめちゃめちゃ LINE が来てるんだけど、ちょっと全然今 LINE 溜まってんの174件、しかも最後に来たのが21時の段階で、あのシャネルの公式、シャネルビューティーの公式から LINE が来たのを境に172件も来てるんですけどこれ返すのめちゃめちゃ大変なんだけど、グループとかもあるんだけど、グループはそんなに30とかで、あ、そうそうそう、カクカク話してることが結構多くてやばし写真とかね結構くれてきてるのかな、わかんないけど。そうなの、毎日すごい LINE 来るの。なんか返してるとさ、すごいなんか大変なんですよ。スタンプ選ぶのすごい時間かかっちゃうタイプ、どれ選べばいいんだろうって。でも最近スタンプは使ってるのはね、これ何のスタンプなんだろう、わかんないな、なんか羊がお辞儀してるスタンプ、いや多分無料のやつかな、とかなんか棒人間みたいなスタンプとか、あとローランドさんのスタンプもあるね。あとはでもシナモンのスタンプが12345個、12344つか、3つ、ラプンツェルとか、あと NGT48 スタンプ、あ、すみっこ暮らしのスタンプもあったそういう感じです。でも自分の OK をねたまに使う。でも OK 使いやすいよね、私めっちゃ OK、 なんで OK が私だったんだろう、めっちゃ良かったって思うんだけど、その時 OK をねすごい使ってます。でも自分を知ってる人にしか使わないけど、まあ知ってる人としか LINE してないんだけど、あの知ってるというか、あのなんていうんだ、普通に会話でも普通になんか友達とかじゃなくて、なんだろう、仕事系のところで使います。友達でさ自分の顔で OK みたいなやったらさ、あ、ちょっとなんかえどうしたみたいになっちゃうから、そうそうって感じです。はい、じゃあもうちょっと時間になっちゃったんですけど、明日もショールームしようかなって思ってるので、ぜひぜひ楽しみにしててくださいということで、よろしくお願いします。今日はね七夕だったんですけど浴衣を着てみました。またじゃあ明日は多分この時間、でも毎日この時間になっちゃうけどいいのかな、まあ多分この時間で、はい、やったありがとうって、嬉しい、なんかそういう反応があると、あ、やってよかったって思うんですよねなので明日もすごい楽しみにしてます。ということでメール送りますね、あとインスタ2ピュピュッと更新します。あと今日7号を更新したのでちょっとぜひ見てください。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。ちょっとねサラのね TikTok 多分上がってるかな、わかんないけどね、ちょっと可愛いんですよちょっと見て見て見て、ね、みんな可愛いけどサラの TikTok めっちゃ可愛いということで、じゃあ今日もお疲れ様でした。また明日ね、バイバイ、ありがとう、おやすみ、本当にありがとうございます、バイバイ。